はい、ルルカです。今回はね、iPhone 12での楽天アリミット検証、第2弾やっていこうかなと思います。第1弾に関しては概要欄下のところにね、動画貼ってありますので、よかったら、第1弾から見ていただきたいんですけれど、第1弾では iPhone 11と iPhone 12ね、間、まあ、違いはないんじゃないかなと思いつつも、楽天アリミットのね、SIM を iPhone 12に挿して、初期設定をするところをね、やってみたわけなんですけれど、1回目の検証からまさかの、 こちらですね。iPhone 11と iPhone 12では、シムを挿した時のね、挙動が違うことが判明しました。まあ、これに関してね、動画に上げている方ってどれくらいいるんですかねそもそも iPhone がね、楽天回線対応端末ではないので、楽天アルミとをね、iPhone で使っている方っていうのも、まあちょっとね、少なかったりするかもしれないし、まあ iPhone 11と iPhone 12、両方を持っていて検証している方ってあまりいないんじゃないかなと思うので、まあ、この事実をね、知らない方も多いし、まあ動画でもね、なかなか上がってないんじゃないかなと思うんですけれど、間違いなくね、iPhone 11とまあ、ルルカに関して、あと iPad や i r ですね。そちらを今まで使っていて、 アイゴン11で検証したということで、まあ違いがね、かなり分かってきたわけなんですけれど、第2弾に関してはね、そもそも一番ね、検証したかった、パートナー回線から楽天回線に自動での切り替えですね。ここに関してね、検証してきましたので、お話ししていきたいかなと思います。まあどういうことかというと、こちらね、普段使ってるアイゴン11、これにも楽天回線の SIM が入っていて、こちらにもね、楽天モバイルの SIM が入ってるわけなんですけれど、まあ基本的にね、アイゴン11、 うちで使ってる時には、ま、9割方、ま、90何の確率で楽天回線を掴んでいます。ま、たまにね、楽天回線どっかに行ってしまって、楽天回線ではなくてパートナー回線に変わってしまうことはあるんですけれど、家の中ではね、ま、基本的に楽天回線を掴むことができる iPhone 11。ま、ただし、ま、ルルカの家の周りですね、残念ながら全てが楽天回線になっていません。というかね、むしろ楽天回線を掴めない場所のが多いと思います。ということで、少しね、外に出かけてしまうと、楽天回線だったものがパートナー回線になってしまいます。ま、別にね、うちの地域に関しては、パートナー回線がね、 とかしてるわけではないのでパートナー回線としてはねつながるので問題ないと言えば問題ないんですけど、まあ、そこから先ですねパートナー回線に一回なってしまうと家に帰ってきて、まあ、楽天回線をつかめる状態だととしても自分で設定をしないと楽天回線に戻すことができませんこれがね地味にめんどくさいんですよねそんな中ルルカに寄せられた情報の中になんとね iPhone12 であれば先ほど言ったパートナー回線に一回なってしまったものに関してもまた楽天回線の地域に行ったら楽天回線に戻るよみたいなまあそんな情報をいただいたわけですよねまあただしなんですけどこれもねまあ動画概要欄に貼っとくので見ていただきたいんで ですけど楽天公式としては同じです仕様として iPhone 11も iPhone 12も同じ仕様になっていて楽天の公式のところにはね楽天回線とパートナー回線自動で切り替わりませんよっていう風に記載がされていますまあもちろん楽天回線対応端末ではないので公式と言っても非公式っていうねちょっとねどうなってんのって感じのね言い方が難しい部分ではあるんですけれど一応楽天さんも iPhone の力ですねやっぱ日本人って iPhone 使ってる方多いんで楽天回線対応端末ではないけど取り込みたいなということでまあ一応ね使うことはできるよって感じでそういう風に表記されているのでまあルルカとしてもねもちろん iPhone 1 ももう iPhone11 iPhone12 変わわらななないいいいいんんだだろとと思っっててたたたたでですすけどままあ、まねね自動で切り替わり替よみたいなね情報をいただいていました今回ね、一応検証したいなってことで iPhone12 購入したわけなんですけれど、前回の動画ね、見てくれた方だったらわかると思うんですけど、明らかにね、iPhone11 と iPhone12 では楽天モバイルの指を下入れた時に挙動が違いました。ということでね、iPhone12 に関しては楽天公式で記載されていることをちょっと当てにならないなって感じになってきていて、まあ、期待が高まるばかりですよね。もうね、実際に iPhone12 も購入しましたので、検証してきました。一応ね、楽天の公式に関しては自動で切り 変わらないしマ、まあ、ルルカのところに来た情報としては切り替わるよっていう情報もあったしまあ実際ねどの情報が正しいのかっていうのはわからない状況になっているのでまあ、試すのが一番ということでねこちらアイフォン11にも楽天モバイルの指紋を挿してそしてアイフォン12の楽天の指紋を挿したの状態で両方持ってね外の方出かけてきましたまあなかなかいないんじゃないでしょうかねアイフォン11も12を持っている人っていうのはいるんじゃないかなと思うんだけどアイフォン11アイフォン12両方に楽天モバイルの指紋を挿してこういう検証してる方っていないと思うのでユーチューブ内でもしかしたら初になるんじゃないかなと思うんですけど外に出た状態から何もいじっていない 状状態態ででででね放置してていいいまますすのでこの状態でどののここど電波を掴んでるかか見ていこうかなと思います基本的には今までね、iPhone 11で使ってきたわけで、iPhone 11に関してはパートナー回線になってるんじゃないかなと思うんですけど、こちらの iPhone 12がどっちの回線、楽天回線になってるのか、パートナー回線になってるのか、まあその辺をね、見ていけたらなと思います。そしてね、まあ一応ね、注意事項ではあるんですけれど、前回の動画でもね、ご意見いただきました。ちゃんとね、バンド調べろよとかね、そういうのもいただいたりしたんですけれど、大変申し訳ないんですけどね、動画の尺だったりとか、それか動画をね、見てくれてる層とかね、いろんなところ てね前回同様に、簡易的にね、測定させていただこうかなと思います。まあ、要は、パートナー回線になっていれば、ルルかね、高速切っているので、ま、1メガ前後になっている。で、うちの地域だったらね、だいたい10メガ前後出ていれば、楽天回線を掴んでるっていう。まあ、そういうのでね、判断させていただきますので、思うところがある方も多いとは思うんですけれど、ご了承ください。それではね、見ていこうかなと思います。 ではまずね、一番最初に、まあ普段から使ってる iPhone 11ですね。こちらがどんな状態になっているのか速度チェックして、回線状況を見ていこうかなと思います。と思ったら、とりあえず Wi-Fi になってるでね。Wi-Fi 切ります。切って、はい、速度を見ていきます。LT ですね。はい。 890ということで、まあね、低速回線と見ていいんじゃないかなと思います。バンド調べろってね、今ね、突っ込んでる方いるかなと思うんですけど、ご了承くださいね。<laughs> はい。それではね、こちら。あ、こちらもね、Wi-Fi 切ってますね。切ってる状態なんで、速度見てきます。 はい。20ということで、あ、結構いいですね。これでね、うちの楽天回線さんの上限っていうのが、20メガぐらいっていうのがね、上限になってるので、ルカの地域的にはね、ほぼマックスの20メガ出てる形になります。そして、はい。もうこの時点でお分かりいただけると思うんですけれど、iPhone 12に関してはね、パートナー回線と楽天回線、自動で切り替わるようです。実はね、ルルカ分かった状態でやっています。なぜならば、外に出てる時に、いろいろ確認してるからです。はい。外に出てる時に、どうなっているのか確認して、iPhone 12に関しては、パートナー回線に落ちて、速度が出ないところがあったっていうのを確認した後に、 再度移動したらね パートナー回線から楽天回線に変わってました。つまりね、まあルルカのところに来た情報として、楽天公式には自動で切り替わらないよって記載がされているにも関わらず、アイ h o n 12、自動で切り替わります。ここに関してはね、さらに詳しく動画にしていこうかなと思うんですけれど、まあただし、この切り替わりって部分がね、いいとこ悪いところがあったりとかするので、まあそこはね、別途動画にしたいかなと思っています。アイ h o n 12に関しては、初期設定しただけでね、楽天回線を掴むことができたりとか、まあ、こんな感じでね、パートナー回線に切り替わった後に関しても、自動で楽天回線に切り替わる。いい点はあるんですけれど、 多分ね、地域によっては iPhone12 使わない方がいいんじゃないかなっていう。まあ、そんな事例も出てきてね、不定モバイルとしては iPhone11 も12も変わらないって感じになっているんですけれど、実際にね、使ってみると、かなりね、違いがあるってことが分かりましたので、その辺に関してね、また検証第3弾、第4弾って感じで動画の方にしていこうかなと思います。こんな感じで iPhone12 購入する前に関してはね、まあ、それこそ真悠唾ではないんですけれど、まあ、地域のね、改正の強さの問題とか、まあ、いろんなところを含めて iPhone12 使ってる人がたまたまね、切り替わってるように見えてるだけだったりとかね、他の方からも i p h o n 1 1とね、12が変わるわけ ないじゃんみたいなそんなご意見いただいていたわけなんですけれど実際に指紋をさしていろいろ検証したからこそわかることが出てきました iPhone11 と iPhone12 では楽天モバイルの指紋を刺した時のね挙動が全然違うってことが判明しましたこの辺に関してねよろしければ皆さんのご意見聞かせてくださいここが原因でねこの iPhone11 と12では違いがあるんじゃないのみたいな今後もね iPhone12 iPhone 最新端末とそれ以前の端末そちらを分けていってねどういう挙動をするのかいろいろと検証していきたいかなと思いますはいということで今回ね楽天アニメットの検証をしたわけなんですけど今回検証した楽天アニメットの アルミートに関しししててて、まあ、現在ねね年年間間無無料料でででで利用すすするるるこことががきキキャャンンンンペペーーやってるんですけどいいいよいよ、ね、4月7日の終了してしまいます今回ルルカはね、iPhone 12と iPhone 11で検証したわけなんですけれど、まあ、iPhone に関してはね、楽天回線対応端末ではないということで、まあ、現在ね、iPhone を使ってる方、楽天アリミットで、ね、使ってみようかどうしようかなみたいな悩んでる方もいると思うんですけどね、とりあえず4月7日までであれば1年間無料で利用することができますし、なおかつね、プラス楽天ポイントがもらえるキャンペーンなどもやっていますので、楽天アリミトに興味がある方に関しては、 ルルルカのチャンンネルでははメイととししてて持つことはお勧めしていません先ほどから紹介している iPhone12 と11での検証でもわかる通り楽天がね、公式で発表している内容にしても、下が使ってみると違う部分とかもね、多数あるということで、メインで使うのにはなっていうところはあるんですけど、とはいえね、まあ、1年間無料で利用することができて、ポイントももらうことができる。それこそね、楽天を利用している方であれば SPU もプラス1%アップしますので、まだね、楽天アニメと契約していない方は、この機会にね、7月7日までにね、サブとして契約するのをお勧めしたいかなと思います。概要欄下のところに楽天へのリンク貼っときます。 ますので興味がある方はねそちらからご覧ください今後もいろいろな動画毎日更新であげていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました